なかなか登ったり下ったりが多いな。また下りかよ。あまりねゆっくりしてると暗くなっちゃうから早く次々行かないとダメですよね。時間的にちょっと厳しいかなって思うところもあるんですけど、ちょっととりあえず行ってみますね。おお、すげえ、いいね。おお、すげえ、富士山だ。皆さんこんにちは。今日は飯能アルプスを行きたいと思います。一番初めの山、天覧山の山頂に到着しました。今時間は朝の7時7分です。20分前に太陽が昇ったばっかりです。日の出になったばっかりです。まず天覧山の山頂なんですけど、まあ、飯能市街が一望できますね。なかなかいい眺めですね。で、あと遠くに富士山が見えます。今日はすごい綺麗に映ってますね。こんな感じです。見えますか？はい。まあここをスタートにして約20キロありますん で時間は約9時間。はい。途中で疲れたらエスケープルートもよくたくさんあるみたいなんで、まあ、無理はせずにちょっと楽しんでいきたいなと思います。2022年の12月の29日、今日が2022年の登り納めかもしれないですね。はい。はあ、いい一日になりそうだ。じゃあ行ってきます。この飯能アルプスなんですけど、いくつもの低い山を登ったり降りたりして縦走するルートなんですけど、登ったり降りたりのアップダウンを何回も繰り返すんで、だから私がよくやってる神武山と高尾山の往復よりもハードでしょうね。まあ、距離的にはこっちは20キロ程度で、神武山高尾山は、まあ、往復すると約、まあ、25キロぐらいなんで、まあ高尾神馬の方が、まあ、距離はあるっちゃあるんですけど、まあ、こっちの方が標高差があってちょっとハードみたいですね。この飯能アルプスについては高校時代からの友人の高山くんが紹介してくれたんです。高山ありがとう。すごい綺麗に整備された道ですね。いいですね。田の津山山頂、こっちか、あとちょっとだ。はい、2つ目の山到着。はあはあはあ、いいですね。あそこに東京スカイツリーが見える。逆光になって見えないと思いますけど、見えます。富士山綺麗。まあでもこれぐらいの高さだとまだ地球の球体を感じることはできないですね。まだ平面な感じがしますね。
楽し山。安納アルプス。こっちか。ここは頂上か。なるほど。よっしゃ。よし、次行こう。え、嘘でしょ。嘘。一旦道路に出んの？嘘でしょ。マジで？マジかよ。一旦道路に出ちゃいました。ずっと山の中歩いていたかったんですけど、道路に出ちゃいましたね。まあいいや。よし、次行こう。次なかなかこういうとこもいいっすね。山だけっていうよりは山もあって、ね、人々の営みもすぐ近くにあっていいっすね。標高260m。よいしょ。ここまでどうもありがとうございました。またもうちょっと先進みますので、どうかお守りください。じゃあ行ってまいります。座って食べてる時間もないんで、歩きながら食べて歩きながら食べてを繰り返してゴールまで行きたいと思います。今日はおにぎり2個にパン、菓子パンを2個持ってきましたんで。この安納アルプスって結構道が分かりにくいポイントが結構ありますね。どっち進んだらいいんだろうって、まあ、山マップ見ながら進んでるんですけど、山マップがなかったらもう大変ですね。もうパニックになってますね。標高303m、ポイントに着きました。次の山までは80分か。そっか、ゆっくりしてらんないな。ガンガン行かないと。さあ行きましょう。
か登ったり下ったりが多いな。やっぱここきついって言ってる人がいますけど、まあきついですね、結構ね。でもまだ半分も来てないんで、全然まだまだ楽勝ですけど。また下りがよ。せっかく登ったのに。ゴルフ場だ。フェンスの向こうはゴルフ場。いいね。まあ、あの都会の山って感じがしますよね。まっすぐ上の方に向かって進んだ方がいいのか、これ左がまあ巻き道なのか、なんかね、こんなね感じのがね、いくつもね多いんですよ。あのやっぱりあの山っぷがないとちょっと不安です ね。じゃあ私はあの左の方にかけてみます。まあ山っぷ見たらこっちが正しそうなんで、ちょっとこっち行きます。まあちょっと木が横たわってますけど、気をつけて渡ります。多分あの上行こうがここの道を越ようが、まあ、同じところに出るんでしょうけどね。まあ、なるべく体力は使わずに、上行かなくて済むんだったらなるべく巻き道通ってね行きたいもんですよね。まあ、やっぱそうですよね。さあ行きましょう、ガンガン行きましょう。また下りだわ。このアップダウンが多いな。事前に聞いてた通りだ。え、嘘でしょ、また嘘でしょ。おい、マジかよ、またかよ、嘘。お、本当、また普通の道に出ました。なんだこれ。なんか重装してるっていう感じがしないね。マジか。なんかあれだな、ちょっと冷めるな。マジっすか。あ、そう。え、こっち。あ、これ東遠いか。おお、あ、そう。天角山。こっち。そうなの？え？マジで？本当かよ、これ。登り口1分下る。あ、そう。800メートルか。そう。よっしゃ、じゃあ行こう。また 0.7 キロ。よいしょ。こんにちは。はあ、着いた。天角山。おお、いいね。
天角山終わりました。また次に向かいます。下り坂です。上がっては下って上がっては下って繰り返しますね。こんな感じです。お、着いた。大高山よいしょ。498m。あ、ちょっと暗くなっちゃったかな。よいしょ。あれ、こっちは 493m とかだな。あ、493m か。よいしょ。なか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 ハードですね。よし、じゃあ次行こう。あまりねゆっくりしてると暗くなっちゃうから、早く次々行かないとダメですよね。じゃあ次行きましょう。よし、じゃあ行こうか。前坂に到着。時間的にちょっと厳しいかなって思うところもあるんですけど、ちょっととりあえず行ってみますね。まあ、もし無理だったらここにまた戻ってきてここから下山すればいいんですから。はい、じゃあ行きます。道路を歩かされております。また山道に入りたいんですけど、どっから入るんでしょうか。なかなか面白いねこれ。よし、また登山道。目の権限だって。よし、行こうか。
六井市の頭に到着。木がいっぱい入ってて、木が入ってて、ちょっと眺望はないですね。じゃあ、あともう最後の根呂権現に向かってもう1時間切ってますから、はい、今1時半、2時半までには着けると思います。嬉しい。ちょっと一瞬途中で諦めようかなと思いましたけど、なんとか最後までゴールできそうです。はい、嬉しい。あとちょっと。はい、スルギに来ました。次は最後の山、根呂山です。根呂権現に行っておしまい。ちょっと途中大変だったですけど、もう最後ってなるとちょっと寂しいもんですね。あとちょっとです。じゃあ行きましょう。本当にもうあとちょっと。いや、嬉しい。本当は来れるって思ってなかったんで嬉しいです。やっぱりこれは僕一人の力じゃなくて、妻だったり、まあそもそもこれを教えてくれた高山だったり、まあいろんな人の支えというか支援があってようやく実現できました。あとちょっとです。本当にどうもありがとうございました。油断してた。下山するためにもうちょっと山道を歩かなきゃいけないです。はい、帰りたい。こんにちは。仲良しアイコの登山日記を最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。いや、飯能アルプスすごかったですね。まあ、距離長いし、あと、まあ、歩いてて面白いですしね。あと、まあ、都会ってわけじゃないんですけど、すぐ近くに、まあ、人の家があったりだとか、あと、まあ、ゴルフ場もありましたしね。まあ、自然の中っていうわけでもないところが、また楽しいですね。なんか安心がありますよね。なんかあっても、まあ、すぐエスケープできるっていう。はい。また機会があったら行きたいと思います。チャンネル登録、高評価、あとコメント、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。